本当に出るのですか？うん、もう私だけの戦いじゃないから、危険なんて、絶対にありえないよ。ハク、メリアちゃん、ハクの考えが正しいわ。メリアちゃんだって、私に危険されたら自分のことみたいに悔しいでしょ。それは私がメリアちゃんの分の目標を背負ってるってことなんだから。今の私たちは少なくとも、予選と2回戦までの相手の分の目標を背負ってる、無謀でも戦うわよ。あ、そうか、もっと強く押してもらっていい。わかった、せっかちゃんは私たち姉妹代表だからね、お父さんを倒して優勝してもらわないと。もう無謀じゃない、手が届くところまで来た、なんか感慨深いわね。ほら、主様、しっかりストレッチをしておくんだ。そうすれば戦闘中不意な回避をしても体を痛める確率が下がるからな。足でやるなよ。手で押せよ。大丈夫だ。靴はさすがに脱いでいる。それにこの方がいいのだ。足でいいことあるのか。私がすごく満足する。あれ。残念、従属に踏まれている主様を見るのは哀れで最高だったのだがな。地上しかないじゃんか。なれる？俺の背中に座ってても意味ないぞ。筋トレじゃないんだから。めんどくさいから、とりあえず乗ってあげるから、有効活用してほしいと。思う。こいつら。ねえねえ、今のエミッチのバディはどこに行ったの？教えてくれないんだよ。もう捨てられたのかな？じゃあちゃんと分別して捨てないとだね。リサイクルできそうだし。グロチュー、グロチュー、ぬいぐるみの解体なんて残酷なことしちゃダメだよ。子供泣くよ。問答無用、腹はかいぶってくれるわー。やめろよー、オーナー赤くすぐらないでー。仮にも WCBT の準々決勝だっつーのに、ゆるいな。それだけリラックスできてるってことだよ。もちろん全員生半可の相手じゃないくらい知ってるさ、勝てる保証なんて全然ないしね。いやー、それにしても要と大岡が応援に来てくれて嬉しいよ。これは頑張らないとな。2回戦の時も客席にいたけどお前ら誰も声かけてこないわ。最後の方は全員病室入りしてたから行くにも行けなかったんだ。ああ、2回戦は全員が全員死闘だったからな、仕方ないかな。だから俺たちが石化に連絡して関係者として入れてもらったんだよ。ここ涼しいしな。ああ、大岡がいたら石化も喜ぶ。俺も最近まともに男と話してないから俺も大変喜ぶぞ。まったく、どんな世界で生きてんだ、お前は。はーい、全世界のイカれた奴ら、見てるか？ねえ。本日は準々決勝、この世界最強を決める大会で勝ち上がった最強の8名が戦い、あさっての準決勝に向けて勝利をもぎ取るぜ。始まるな、今日の死闘が。今年度は初のベスト4に入り、今年度は前年度以上の完成度でこの大会に再挑戦。
1回戦で双子の大岡選手へ提出、2回戦で自身の師であるメディア選手から勝利を取り、ここまで上がってきました。まさかの今大会身内相手との戦いの中、本日の相手は実の父親である世界最強の一角、四季桃也選手です。親の壁は高いですが、今日その親の壁にどこまで食らいつけるのか、世界レベルの親子対決は必見です。8人目は無冠の武人、世界最強の一角、四季桃也選手。2年連続準優勝、最低成績ベスト4と成績が福読選手に続く圧倒的な成績保持者です。福読選手に続く優勝最有力候補、本日は実の娘である四季節花選手、父親としての威厳を出すことができるのか、同じく必見です。以上、選手紹介となります。長くなりましたが、早速第1試合を始めたいところなのですが、今回はなんと運営側からサプライズ、アノバハート選手が本日のオープニングソングを披露してくれます。それでは画面を変えてもらいましょう。皆さんこんにちは、バハートです。今回は大会に勝ち残っている人たちへのエールを込めて歌いたいと思います。私も出場するけど、それは応援してくれる人からたくさんもらってるから大丈夫だよ。いつもありがとう。バハートさんって本当にアイドルなんだな。実際に見るとよくわかるよ。私たちの中にあのタイプはいないので新鮮ですね。月下も一時はやってたけど本業じゃなかったしな。レベルが違うな、完成度の。それじゃあみんな、私の歌と一緒に今日出場する選手を映すからたくさん応援してね。おお、すっご、バハート隊長が出てから視聴者が一気に増えた。やっぱり現役アイドルは違うな。 SNS もトレンドで、バハートサプライズライブ WCDD 第1位になってるし話題性抜群だね。戦ってる時の気ままぐさい、バハート隊長にタラさん減ったりしないのかな。大丈夫かな。それじゃあ新曲いくよ。ミュージックスタート。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。